日本はアフガニスタンでの対テロ戦争支援として比較的安全といわれるインド洋でアメリカ軍などに対して給油活動を行っています。しかし鳩山政権はこの給油の単純延長をしない方針です。代わりに岡田外務大臣は今回のアフガニスタン電撃訪問で元タリバン兵士への職業訓練など民生支援の強化を打ち出しましたが、実際には治安の悪化が大きな障害として横たわっています。行って本当に良かったというふうに思ってます。自分の目でアフガンの現状を見たいとの思いから実現した今回の岡田大臣の電撃訪問。アフガン政府の要人らとの会談をこなし、日本の支援施設などを精力的に視察しました。特にカルザイ大統領との会談では、元タリバン兵士を対象にした職業訓練の実施や農業での技術協力など、民生分野を中心に支援を強化する考えを伝えました。ただそのためには治安の改善が必要となります。リスクはありますけれども、頑張っている日本人もいると。さらに拡充することもあり得るということなんですね。全体リスクを見ながらですね。今回岡田大臣がアフガンでの移動に使った車は防弾車でした。沿道には50メートルごとに治安部隊が配置されるなど厳戒態勢が敷かれました。民主政権としてはインド洋での海上自衛隊による給油活動を単純延長はしないとしている以上、一刻も早くそれに代わる支援策をまとめ国際社会にアピールしたいところですが、その実現のためには治安悪化をどう克服していくかにかかっています。